テレビでの群衆シーンを CGI として生成する3次元コンピュータグラフィックスと人工知能のソフトウェアパッケージであるマルティプルエージェントシミュレーションシステムインバーチャルエンバイロメントの略スティーブン・リー・ジョラスが VFX 業界のために開発した数千から数万の個別に動くエージェントを用意かつ迅速に生成できるファジー論理を使って各エージェントが 周囲の状況にそれぞれ独立した反応を見せるようにできる。どう反応するかは外部からも制御でき、モーションキャプチャで動きを入力することもでき、それによってよりリアルな動きを作り出せる。人工知能的機能だけでなく、布地のシミュレーション、合体の力学、GPU によるレンダリングといった各種機能を持つ。また、 事前定義されたエージェントも含まれており、スタジアムの群衆のエージェント、ボートエージェント、互いに会話も行う通行人エージェントなどがある。マヤやバイコンモーションキャプチャーとのデータの完性は高く、レンダメンメンタル例経由でのレンダリングが可能。スケルトン構造に一切の高速条件はなく、物理シミュレーション機能も兼ね備え、ブレンドによる顔の表情変化や、音声同期。 クロスシミュレーションを合わせることもできる。現状のサポート環境は、サポーテッドオペレーティングシステムズ、サポーテッドオペレーティングシステムズ、当初、ニュージーランドのウェリントンで開発された。ピーター・ジャクソンは、数百、数千の兵士が戦うシーンをソフトウェアで生成したいと考えていたが、それまで、そのようなシステムが映画に使われたことはなかった。 これに対して、スティーブン・リー・ジョラスがマッシブを開発し、それを使って、ウェタデジタルは、様々な革新的視覚効果を生み出した。特に、ロード・オブ・ザ・リング三部作での戦闘シーンが有名である。その後製品化され、多くの VFX 企業にライセンスされている。マッシブは、様々な作品に使われてきた。主な例を一家に挙げる。ありがとうございます。